殺されてしまったのか、そこで、生を取り出されてしまったのかというところからまず、見ていきたいというふうに思います。そこで言うまでもなく、田切が、1928年3月15日の315事件と呼ばれる、全国的な当時の共産党の大転挙、これを彼が見事な小説として蛍を舞台に描いたこと、まあ、そこでは、拷問も生々しくですね、非常にリアルに描写されているわけですけれども、それが、まあ、特攻の、怒りを買った、憎悪を買ったということがまずはありますけれども、しかし、まあ、それだけではないというふうに思います。殺された1933年というのは満州事変から、1年余が経った時であります。戦争ができる国に、まあ、まっしぐらに進んでいく、その体制の仕組み、からくりを田切は見事に描き切ったと、まあ、そこのところにやはり田切という人物の、当局にとって、支配者にとってみてのやはり危機感というものが田切に向けられたというふうに思います。今申し上げました、あの315事件をこの小説にしたときに、彼は、大学ノートにその草稿を書いております。かなりそこで、訂正削除です、そういう遂行の跡が見えるものですけれども、ですから実際の活字になった作品の中には、これは削られているわけですけれども、例えばこんな一節があります。その中の、オムニバス的なその主人公がありますけれども、その警察で捕まった、その、まあ、妻、おけいという人ですね。このおけいという人が、まあ、救援運動に立ち上がっているわけですけれども、町の中に、落ちていたそのビラを拾ったら、そのビラにはこんなふうに書いてあったというふうに、書かれているわけですね。そもそもかかる大弾圧と残忍極まる拷問をあえてしつつあるブージュア政府の意図はどこにあるか。全労働者農民の利益を代表し、常にその先頭に立って勇敢に戦ってきた前衛軍士を根こそぎ強奪し、その強力、鉄のごとき組織を破壊してというふうに、まあ、彼は、そのビラの中にこんな文章があったんだというふうに書いています。残念ながら彼はこれを削ってしまいましたけれども、田切はこういう部分にですね、弾圧が単なるその拷問の残虐性ではなくて、その持っている意味についても目を向けようとしていたということです。自民党の憲法、日本国憲法改正、自民党の憲法改正案、まあ、もちろん安倍首相のこの間の5月3日の発言というのは、少し唐突なものでありましたけれども、でもやはり、向かうべきところはその12年に作られた自民党の憲法改正案だろうと思います。でそこで、私はようやくですね、その時はあまり気づかなかった、最近になっていろいろ憲兵の問題をやる中で気づいたんですけれども、今、安倍さんもこの間、言っていたということですけれども、緊急事態条項というのを入れるんです。これは自然大災害の時にですね、例えば国会議員の任期が切れたなんていうようなことを表向き言っておりますけれども、実は条文を読むとですね、はっきりと外部からの武力攻撃、それから内乱等による社会秩序の混乱というのが想定されているわけですね。実はこの部分、社会秩序の混乱というもの、例えばそうですね、今日本ではなかなか起こりづらいかもしれませんけれども、例えば韓国におけるですね、あの大きな大統領をこう追放するような、ああいう運動というようなものがもし日本でですね、起これば、権力を持っているものはこれを内乱である、社会秩序の破壊だというふうに思えば、そういう認定をするわけですね。内閣総理大臣にそうするとオールマイティの権限が移り、緊急勅令を出します。それから、基本的な人権の停止というものもその緊急事態条項の中に入っているわけですね。これがやっぱり非常に恐ろしいことだろうというふうに思います。